世界の偉人でなくとも競馬ファンの誰かの偉人に、どうも、今回も見てくださりありがとうございます。僕は人に感謝をされるコーチを見て、自分も人に意見を発信し、その人の物事の考え方を変えたり新たに加えたり、そんなことを通じて人の現状をよくできる、そんな人はかっこいいなと思い、そうなりたく馬券実の発信活動をさせてもらってます、カトちゃんです。さて今回はですね、これができていないがために余計なマイナス、これを膨らませてしまう人が多い、そしてこれができていないがために勝ってもまたすぐ負けてしまうと、そういった原因になっている、もうやれば絶対損しない一つのずるい方法をお話します。今回の内容を実践しないと、あなたは一度勝ってもまたすぐ負けてしまう。そうして、なんであの時当たったのに当たんないんだと。俺の予想の何がいけないと。そんな風に、ただ悩み続けて結果が伴わない。そういうことが続いてしまいます。でも今回の内容を実践すれば、あなたは無駄な掛け金を増やすことがなく、無駄に JRA にお金を落とすということもなくなります。はい、ではそうなるために、知っておくべき、実践すべきなのが何かというと、予定外を減らすというアクションです。予定外を減らす。はい。予定外というのは、まあ、いわゆる、まあ、想定外だったとかっていう話ですよね。予想だにしなかったということを自分で減らすということです。じゃあどういうことかというと、これは、とある一つのステップを踏むだけでいいんです。はい。何をすればいいか。そのワンステップとは、その日の、かけるレース、決めた際に、じゃあもしこのレースで、勝ったらどうする、勝ったら次どうするか。そして、もし負けてしまったら次どうするかというのをあらかじめ決めておくということなんですね。例えば、勝ったら、この掛け金は次、まあ、例えばですね、その日、東京10レースにまず掛けると決めたとしましょう。そしたら、東京10レースに掛けて、もし勝った場合、その、勝った金額は次にどうするかを決めておくということですね。例えば、京都11レースに全、京都11レースとこの馬に全部掛けるとか、もしくは、東京10レースで勝ったらもう、その後は、何も掛けないと決めておくとか、ですね。はい。まあ、逆に、東京10レースで負けてしまった場合は、もうその日は終わりにするとか、もしくは、東京10レースで負けても次東京、あ、京都11レースには、いくらいくらかけるというふうに決めておくということですね。はい。これを事前に決めておくことで、例えばその日の1レース目、まあ東京10レースにかけるというのをね、まあ勝負レースの第1レース目に設定したとして、これをしておけば、東京10レースで勝っても負けても次のアクションが決まっているため、例えば負けて、熱くなって、普通ならかけないような金額をかけてしまったとかっていうのはなくなるんですね。はい。もしそこで負けたとしたら、もうとんでもないあれですよね。ショックですよね。はい。でもこういうことが起きてしまうのって、東京10レースで負けたということは想定外であるからなんですね。人は想定外なことが起こったときパニックになりますよね。馬券でもそれが一緒で、東京10レースで負けてしまって、じゃあ次京都11レースどうしようかっていうふうに決まっていればその通りにやればいいだけなんですけど、決まってないがために思わず熱くなってたくさんかけてしまって負けてしまった。で、負けが膨らむだけで終わってしまったということがよくあります。はい。逆にこれ勝っている場合でも、例えば東京10レースに、東京10レースで、まあ、いくらいくら勝った。例えば1万円勝ったらどうするかというふうに決めておけば、実際に1万円勝ったとしても、次のレースはもうその通り、まあ、転がせばいいだけですよね。プラス1万円分、京都11レースにかければいいというだけになります。でもこれ、もし今日、東京11レースで勝ったということも、想定外にしていると、実際1万円ほど勝ってしまった場合、京都11レースにいくらかけようかなって悩むことになっちゃうんですよね。悩むとやっぱり人間だんだんまあ欲深かったりもするので、よりたくさんかけてしまったり、あるいは、プラス1万円、勝って本当は1万円かけようと思ったけど、まあ5000円だけにしとこうかなとか、5000円にしとけば、
最悪京都11レース負けても今日プラス5000で終わるしな、とかっていうふうに考えちゃうんですね。その考えるとやっぱり人間判断がちゃんと判断できなくなるんで、事前に決めておくということです。はい。これ長期的にやると必ず、これ続ければ必ずいい方に向きます。はい。まあ、想定外にしておいて、まあ、例えば東京10レースで勝ったとして、それを想定外にしておいて、まあ、当たり続けるかもしれないですけど、人間はやっぱりパニックに陥りやすいです。はい。やっぱり、東京10レースが終わった後に、じゃあ次京都11レースっていう、だん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 迫ってくるわけじゃないですか。発送時間が。やっぱり発送時間が迫るってことは追い詰められるんですよね。つまり京都、東京10レースが終わってから京都11レースの間。東京10レース勝った時は余裕かましてるかもしれないですけど、その京都11レースが近づいてくるにつれて、どうしようどうしようというふうにやっぱり焦ってくるわけです。焦るとちゃんとした判断ができなくなります。なので、勝ったらどうするか、負けたらどうするかというのも、これ事前に決めておく。予定外をなくすという行為が無駄にお金を減らす、というのを、かなり減らしてくれます。はい。ちなみに、まあ、第3話でお話をしましたが、僕の恥ずかしい過去をお話しましたが、もう本当にもともと、3ヶ月で63万円溶かすような時は、もう勝ったらどうするかとか、負けたらどうするかって全く考えずに、とりあえずじゃあ目先の今、一番最初の勝負レースでかけちゃえってことでかけて、まあ、例えば、その東京10レースでもう、後先考えずかけて、負けたら、やばいやばい、どうしようどうしようみたいな。っていう風になって、次のレースに、どの馬にかけるかも決めず行ってて、で、マイナス1番、そしたらマイナス1番取り返すのに、どうしようどうしようって。で、新聞見て、パニックになって。まあ、残りじゃあ次、京都11レースの、オッズを見て、残り5分やべえやべえって。あの馬11倍だから1000かけや、1倍戻ってくるから、あの馬にかけようとか言って外してたんですね。で、結局、振り返ってみて、冷静になってみたら、まあ、そんな馬来ないような馬にかけてたんですね。はい。で、冷静に予想すれば、どう考えたってこの馬しか来んじゃんと。いう風になったりとか、負けているとね、負けたのを想定外して次のレースに臨むと、もう本当に無駄に来ない、冷静に考えたら来ないような馬にかけたりします。はい。なので今すぐ予定外をなくすというアクションを、これ、第一という風の押さえておいてください。はい。予定外をなくす。まあ、さっきの負けた時の例だと、まあ、僕は負けていた時の例だと、さらに加えると、まあ、5月25日、ダービーで、あなた見やしかないダービー、すごいレースでしたよね。これ、この日、馬場の内側有利でしたよね、芝コースは。もう馬場の内側を通った馬が断然有利だったのに。そういう負けてる時だと、そういう、内が伸びるような馬場でも平気で外の、から差してくるような馬を買ってしまったりもするんですね。こういった正確な判断が本当にできなくなります。なんでも、口酸っぱく、ちょっとくどいかもしれませんが、もう予定外をなくすというアクション。これを、やっていくと。予定外をなくしていくと。そういうなることでパニックが減り、無駄にお金をかけることも減りますし、より馬券を買うという際に正確な判断ができるようになります。それでは今回は以上です。ここまで見てくださりありがとうございました。失礼します。